こんにちは、影村です。ハムスター先生 のリクエストいただいているんですけれども、すいません、まだ電池変えてなくて、必ず直近ハムスター先生登場してもらいますので、ご了承のほどお願いいたします。今日はバヤリーさんのリンゴ酢入り元気なリンゴの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。それではしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。こちらリンゴ加糖ブドウ糖液糖リンゴ酢香料酸味料ということです。その上、元気なリンゴの説明ですよね。毎日おいしくサラサラと楽しめる元気な味わいのリンゴ酢入りリンゴ果汁飲料です。あとエネルギーの方は 100ml あたり 52kcal、 ちょっと高めですからね。はい、こちらがバヤリさんの元気なリンゴ、リンゴ酢入りの中身です。ちょっとなんか変な色してますよね。なんかすごい、匂いもちょっとアップルジュースになんかお酢が、気にしたらお酢が入ってるかなっていう感じなんですけれども、まあそんな感じがいたします。どんな感じやねんっていう感じで。すいません。それではお味の方チェックしてみたいと思います。普通にバヤリスのアップルジュースで、すごく美味しいんですけれども、喉越しお酢のちょっと酸味があるかなっていう感じでしょうか。リンゴ酢って食べたことないんで、どんなものかよくわからないんですけれども、最後喉越しすごい強い酸味があります。でもそれがずっと口の中に残るっていうことはないですね。後味はさっぱりすっきりした感じで、美味しいです。ちょっともう一回チェックします。引っかかりもないし、普通に美味しいバヤリさんのリンゴジュース、アップルジュースなんですけれども、喉越しにギューっていうような酸味がきますね。そんなめちゃめちゃ酸っぱいことはないです。美味しいです。体に良さそうなのでなかなかいいんじゃないでしょうか。バヤリさんの元気なリンゴですね。これは関西スーパーさんの方でゲットしてまいりました。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。